はいこんばんは、えー、キングオフコントが世界一大好き398、えー、チャンネルですはい今日はですねあのテレビでキングオフコント、えー、2024が放送されていたんですけど、まあ、今年のねあのキングオフコントはまあそのエントリー総数が3139組ということで、まあ、昨年よりは減ったんですけどはい で今日のねあのキングオフコント、まあ、2024を見て思ったことは微妙でしたね。はいまあ、というのも今年のキングオフコントなんですけどなんか本当にねなんか本当につまらなくて思んない芸人ばっかりだったんですよ。はい、で、まあ、ネタとか、ねまあそのまあ、コントとか、まあ、見たんですけど、まあ、正直言ってなんか本当になんだろう まあ小学生でもまあできるレベルやなと思いましたね。はい。まあ、だから今年のね、キングオフコント2024は、まあ、多分歴代史上まあ最もね、まあ、レベルが低いキングオフコントでやったんじゃないかなと思いましたね。はい。で、しかもまあ今日のね、まあ、そのキングオフコント2024のまあファイナリストの 10, 10組なんですけど、 そのまあ、全員ねあの全く知らんなんか思んない芸人ばっかりやったんですよ、はいまあ、全然知らない芸人ばっかりやったんで、はいまあ、今からちょっと言いますけど、えー、カカオダンビラムーチョ、えー、シティホテル3号室コットン、えー、日本の社長、えー、ファイヤーサンダー、えー、ヤダンラブレターズ、えー、隣人ロングコートダリーまあということでね、まあ、この10組やったんですけど まあ正直全く聞いたことないし全くおもろない芸人ばかりやったんではいまあほにねやっぱり年々ねやっぱりキングオフコントのね、まあ、レベルは下がってきてるんじゃないかなと思いましたねはい、うん、でちなみにまあ去年の優勝者もねまあサルゴリラやったんですけどまあサルゴリラ自体もねまあほんまにつまんないしはいで今日のまあ優勝者もまあこれはネタバレになるから言え,言えないんですけど まあ本当にねあの思んないしなんでこいつらが優勝できんねんって、まあ、正直思いましたね。はい、でちなみにね、まあ、話は変わって、まあ、その歴代、まあ、キングオフコントの歴代優勝者なんですけど、まあ、去年がサルゴリラでその前がビスケットブラザーズでその前が空気階段でその前がジャルジャルとかなんですけど やっぱりこの歴代のね、まあ、優勝者を見てくれば分かると思うんですけど全く有名でおもろい方いないですよね、はいまあ、だから本当にね、あのキングオフコントはレベルが低いし、はい、まあ、ほんまにおもんないなと思いましたねはい、やっぱサンドイッチマンぐらい、まあ、おもろいね、芸人が出てくれないとねはい、ダメでしたね、はい、やっぱこういうレベルの低いお笑い芸人ばっかりだとまあ、全くおもろないと、はい、思いますね、はい まあ、ということで、まあ、今日のね、あのー、キングオフコントなんですけど、まあ、ほんまにお思わなかったんで、まあ、見なければよかったなと思いましたね。はい。